下阿久駅は岐阜県岐阜市阿久谷一丁目にあった名古屋鉄道美野町線の駅。美野町線の廃止に伴い2005年4月1日をもって廃駅となった。かつての急行停車駅。1911年に美野町線が美野電気軌道の路線として開業した際に開設された。当初は有人駅であったが1955年頃から無人駅となっている。 相対式2面2線のホームを持つ交換可能駅。ホーム間の行き来は校内踏切で行い、その通路を挟んで上下線列車がはす向かいに停車していた。身の調線には珍しく木造駅舎が設置されていた。なお、この駅を境に、関方面はスタッフ閉塞、鉄名町、名鉄岐阜方面は特殊児童閉塞となっていたため、 運転手間のタブレットの受け渡しも見られた。AB 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。AB、岐阜のちん電車岐阜市内線と美濃町、いび、谷組線の85年郷土出版社、1997年、219から230ページ。 ISBN4 から876700974。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年史名古屋鉄道、1994年、880ページ。今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳7東海、新庁舎、2008年、51から52ページ。ISBN978 から4から10から79万25から8。 宮脇俊三、原田勝正、東京、横浜、千葉、名古屋の私鉄小学館、1993年209ページ、ISBN 978から40億9395万4112。ありがとうございます。